のりです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日はですね15R の畑の方に来ております。ちょっとね今下の方にねちょっとなんていうんですか風熱ができててですねちょっとですね喋りにくいです。ちょっと滑舌が悪いですがご了承ください。ちょっとですねオープニングで出ましたけども新しい草刈り機の方ですね購入いたしました。はい、紹介の方はねこの後させていただきますとして今ですねこちらの後ろのですね、15R の畑ですね通路の方だけ草刈りをしようと思って来ております。というか今はね刈り終えたところになるんですけども今まではねこのスパイダーモアっていう、少しね刈り幅のちっちゃい40センチのやつ、まあ、基本この糊面なんかですねこの斜めになったところをこう刈る草刈り機なんですけども、まあ、どうしてもねこの低いところを刈りたくて買ってみたんですけども、まあ、少しですねやっぱり刈り幅が狭いなということとやはり田んぼのあぜ道を刈るときは今のね新しいこのウィングモア今ウィングモアって言うんですけどこう角度がつくやつがあったらいいなということでですね結局購入してしまいました。はい。ということでですね紹介の方と実際の作業の方をご覧になっていただきたいと思います。あ、その前にですねこちらのですねこちらのねこの鳥害対策のやつね見事に鳥は止まってないですね。で実は向こうの方ですねちょっと見せますけど見えるかな、ちっちゃいな。はい、ちょっとアップしましたけどね向こう側の方にはいっぱい止まってるんですよね。あとそこのまあ地面というか道路にも止まってる止まってるというか電線はないんですけどそこにはいるんですけど、まあ、その電線には止まらないので効果はあるみたいですが、まあ、あっちに止まるんであっちがここに飛来してこないかなという心配はありますね。こちらがですね今回うちのですね農機具、はい、新しく仲間に入りましたこれウイングモアっていうタイプですね。以前の、はい、AZ430A っていうのはスパイダーモアと呼ばれる種類ですね。あぜのこの斜面とかですねを刈るのに適しているというやつですね。まあ、あれは名前からすると40センチ幅になりますね。はい、で今回はこちらはですね、まあ、同じメーカー強立さんの方の強立さんの方のやつですね。はい、型番はどこで書いてある？ここにあります AZ746F というやつですね。あ、こちらにも書いてありますね。はい、AZ746F ということで刈り幅70センチになりますね。はい、まあ、こちら側とこちら側とこちらでだいたい35センチずつなのかな。ここがいわゆるあぜ道のこう斜めにですねここが稼働するんですけどもそういう作りになってますね。でかなりですね刈り幅は広いです。以前ですとこちらねイチジク畑のここ AZ430 ですとまあ4を行って帰ってから3往復2往復半から3往復ですねしないと枯れてませんでした。まあ、70センチになるのでかなり良くなるんじゃないかな、早く枯れるんじゃないかなという気がします。まあ、あとそれとこの部分ですねこうカットされているというかこの部分が飛び出てるんでちょうどですね棚の下に潜り込みやすくなりますね。以前のですとこの枝を気にしないといけなかったんですけどかなりですねその辺も潜り込みやすくなるんじゃないかなと思います。で基本的に全て手元でできるように変わってますね。うん、あ、ここだけは手元でできないですね。ここはここの狩り場の高さを調整するものだそうです。で4段階あるんですけども、まあ、ここも4段階あるんですね。見ると、まあ、ここと大体合わせてくださいということだそうです。まあ、違ってるのはですねガソリンに変わりましたね。変わりましたねっていうかこの機種はガソリンなんですね。以前のはね混合でこの 15R の畑の通路を刈るだけで3回から4回給油しないと刈れなかったんですけども今回からどうなるのかな、ガソリンになって燃費が良くなるのかちょっとその辺がですね正直言って分かりません。とりあえずあの補給用のガソリンも持ってきてるので足りるとは思うんですけども、まあ、あとあれですね前のはオンとオフしかないんですね。いわゆるスピード的には
エンジンを吹かす部分ではですね、いわゆる半分だけとか半回とかないんですね。全回かもう停止しかないんですけど、まあ、今回のガソリンだとちゃんとですね、こういう形である程度無段階といいましょうか、調整できるようになりましたね。いわゆる全開じゃなくても大丈夫という感じになるそうです。あ、ちなみにこの仮場のオンオフももう手元でできるようになってますし、まあ、これのウイングですね、ウイングの方もここで角度が、ね、今水平になってますけど、今はまあ畑の方の、水平面があるんで水平でいいですね。いわゆるあぜとかのね、この斜め側の部分ですねを刈るときはここの角度を変えてやるというような状態になります。基本的に今回はこれ 2WD ですね、肉ですね。前と後ろで駆動して、ここは補助輪ですね。前の 4WD、基本的に、まあ、前と後ろで駆動して進んでいくタイプになります。あ、そうだ、もう一つ違うのはバックですね。前のはね、動画でも見せてるんですけども、畑の中ね、こう行って帰って行って帰って、いわゆるバックでも買ってきてたんですけど、これはちょっとバックで刈るのはちょっと危ないかもしれないですね。一応バック機構はあるんですけども、多分これ反転した方が良さそうですね。今回ですね、見ての通りまだ一切使ってないです。今日初めて使いますので、はい、今から刈っていきたいと思います。はい、ということでですね、初めてのウィングモアを使っての草刈りですね、通路側終えました。うん、ガソリンはね1回も補給しませんでした。メーター上は今残り4分の1ぐらいという感じですね。うちで通路だけ刈るんであれば、まあ、1回の給油だけですね、最初の満タン状態にしてしまえば大丈夫ということですね。スパイダーモアよりは燃費がいいのかな、まあ、ただ容量も大きいんで多分違うかな、あれ1リッターぐらい入るんですけど、これもうちょっと入りそうなんで、
まあ、正直なところよく分かんないです。ただ給油はしなくていいっていうことが分かりました。あとね、意外とやってみて分かりましたけど、意外としんどい意外としんどい、はい、こうやってまあ刈るんですけども、多分あの平地なら刈りやすいんだと思うんですけども、どうしてもあのこの一軸ね、この畝があるんで、畝の低いところから高いところをどうしても刈らなくちゃいけなくなるときはね、どうしてもこうなるんですよね。でまあここに車輪があって、これ補助で、あのこちら側に対するこういう補助の車輪なんで、右側の補助はないんですね。なので、右側が低い場合、左側が高くてね、まあ、どうしてもそういうところもあるんですけども、そうなるとこうなっちゃうんです。なんでこう、こうなんていうか、こう支えないとこう倒れてきちゃうということがありますね。まあ、方向を変えればうまくできるのかな、うん。あとまあこれ安全装置のためなんですけど、握っている間にしかね動かないんですけど、これ以前のスパイダーモアはこう両手でこう握るっていう感じで、両手でこうやるやつなんで、これ片手なんですね。で意外とスプリング強い意外と強いです。なのでずっとこうやって持ってるのがね辛い意外と握力いる。なのでこうずっと今2時間はかかっていないかな、まあ、2時間近くです。休憩入れながら2時間近く買ってましたけども、結構もう握力なくなりますねただ刈り幅は前の約倍ぐらいあるんです。いつもはねこう3往復ぐらいしてたところが、もう1往復半でいいんですよ。行って戻って行ったら終わりっていう、まあ、一応あの重ねにも入れて一応2往復してたんですけど、まあ、2往復で十分刈れるという、素晴らしいですね、刈り幅ですね。うん、まあ、あと思ったのは意外と静か意外と静かです。前回のスパイダーマンと比べるとって意味ですよ、うん、意外と静かですね。このアクセルを自分でね調整できるので、まあ、見るとここに点がついてるのは、多分ここまで吹かさないとこの刃を回しちゃいけませんよと、いわゆる、まあ、あの買った時にも言えたんですけど、まあ、低回転でねこの刃を回さないでくださいと。力なくてバチャンって力がなくてね止まってしまうんで、ある程度回転数を上げてくださいって言われてたんで、まあ多分それがこの印なんじゃないかな。ここにポチがついてるんで、ここまでは最低限回してくださいねっていうことだと思います。うん、そうしていただければ大丈夫と。うん、でもやっぱりね意外と重たい重心はこうなっているとはいえね、うん、重心がこう低重心というか、こう回転しやすいようにですねこうできているとはいえですね、多分平地、うん、意外とやっぱり重たい、うん、こう握っていなくちゃいけないんで、やっぱりスパイダーマーと比べてしまうとというところ、同じこと言ってますけど、どうしてもスパイダーマーと比べてしまうと、まあガタイも大きいんでね、重たいのも仕方ないのかなというふうに思っております。うん、ただスピードは断然速いですね。いわゆるあの往復分減りますので、草刈りの、ね、効率が全然違いますね。はい、ということでウィングモアを使っての草刈りですね、終えました。うん、まあ、先ほどちょっとねレビューした通りですね、まあ、ちょっとね重たい、うん、これはまあちょっと慣れが必要かなと思いますけど、まあ、少しずつですね使ってみて、まあ、これからですね活躍してくれるかと思います。あ、そうです、ちなみにお値段は、はい、税込みで、まあ、少しお安くしていただいたんですけど24万円でした。決してね安いお買い物ではないんですけど、まあ、こうやって刈ることを考えればね全然楽かなと思います。はい、はい、私の方のチャンネルではですね、この他にもイチジク栽培に関するですね、動画をですねたくさんアップしてありますので、ぜひご覧になっていただければ嬉しいです。ぜひですねチャンネル登録をして次の動画も楽しみにしていただければ嬉しいです。はい、多分ですね次回というかね、この次ちょっとこのツイッターか今度ですね、実はですねもう一つ、はい、機材をですね購入したって言ったらちょっと違いますね、購入はしてないんですけど、とあるメーカーさんの方からですね、今回初めてなんですけど、ね、農機具っていうか機材のですね、あ、なんか思いっきりバレちゃうような動きしてますけど、機材の方のですねレビュー依頼ですねの方いただきまして、そちらの方ですね実際に作業で使ってみたっていう動画をアップしますので、ご興味のある方はですね、ぜひチャンネル登録をして待っていただければ嬉しいです。
今回の動画が良かったらぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いいたしましょう。